はい、こんにちは。海外サッカー挑戦中の古谷俊樹です。プロフィールはこんな感じです。今日はちょっと正直に海外サッカーのお金のリアルについて話していきたいと思います。まあ言うたら自分の給料ですね、どんぐらいもらってんのかとか、実際海外サッカーしたい人とかどんぐらい自分が給料もらってんのかとか、実際どんぐらいもらえるのかっていうのが気になってると思うんで、ぜひその話をしていこうと思います。はい、もうここは正直に言います。最初はめちゃくちゃ安いです、給料。はい、めちゃくちゃ安いです。多分何年もやってる人とか、本当に J のトップリーグでやってた人が出たりとか、そういう一部の選手は給料もらってると思うんですけども、普通というか最初に行った選手とか絶対安いと思います。でこれはあんまり言いたくないですし、言うのもちょっと恥ずかしいというかあれなんですけど、自分の最初ヨーロッパ行った時の給料なんですけども、なんと0円です。いやこれマジなんですよ。最初0円でマジで、でも実際給料0円なんですけども、でも前最初にいた自分のチームでは家と食事はすごい与えられてて、すごい家も結構広くて、食事もすごい良かったんで、そこはすごい良かったんですけども、給料はそうですね0円で、でもやっぱりヨーロッパだなと思うのが、最初に 1,2 ヶ月とかもらえなかったんですけども、だんだんやっぱ自分が結果を出すようになると徐々に給料がもらえるようになって、本当最初それこそ1万とかそんな感じから徐々に上がっていって、最終的には5万から10万になって、でその給料プラスアルファで試合に勝つとお金ももらえるんですよ。例えば1試合勝ったら1万円とか、チームによって2万3万とかあったり、本当に1回自転車もらったりも本当したこともあって、そういう感じでやっぱ結果が全てっていうのがやっぱヨーロッパサッカーならではであって、そこはちょっと最初は厳しいですけども面白いというか、自分の結果次第でどうにでもなるっていうのが1個ありますね。はい、2年目は特に上がって、10万ぐらいもらってて、でそれに勝利給とかもあったんで、だから家と食事ついてるんで、その他の出費がないんで、そのお金でちょっとヨーロッパ旅したりとか、そういうことに使うことはできました。でやっぱ1個メリットとしては、日本のじゃあ、J1、J2 とかでたくさんお金もらってる人は話別なんですけども、日本の J3 とか J2 株であんまお金もらえない人とか、給料じゃあ20万だとして、そこで家賃、光熱費、食費とかいろいろあれしたら、多分家賃5万とか光熱費、食事込みで7、8万だと10何万かかると思うんですよね。で、ヨーロッパのチームはそういう部分は全部出してくれるんで、そういう意味じゃ、給料安くてもサッカーに集中できるんですよ。そこはすごいメリットだなと思います。実際海外サッカーやる上で、すごい辛いことというか大変なことすごい多くて、もちろん英語話せないなんてのはすごいやっぱ大変ですし、最初はそうですね、いろんな面でやっぱプレーもうまくいかなかったり、試合出してもらえなかったり、慣れない環境で怪我したり体調を崩したりもしますし、やっぱりお金の面のきつさで言うと、やっぱり自分社会人になった時にやっぱ周りはみんな働き始めて、給料もらうようになって、ブランドも買ったり、美味しいもん食べたりするのを SNS とかで見て、それやっぱいいなとか、逆にそれに比べて自分は試合勝てなかったり給料ない時は本当質のご飯、本当パンとちょっと野菜とか、そういうご飯食べてて、ちょっとたまにというか、時には惨めだなと思う時もあるんですけども、やっぱりそれでもやっぱサッカーを続けるというか、海外サッカーやる理由はやっぱりサッカーは自分にとって夢だし、日本のトップで活躍したいっていう目標があるんで、全然やってやろうって気持ちで、はい、いるんで、だからこそ日々練習して努力して夢をつかみ取ってやろうと思います。はい、海外サッカーはいろいろ大変なこととか、正直リアルな部分は楽しい面ばっかりじゃないんですけども、それでもやっぱり成長できる部分だったりやりがいはすごいあると思うんで、おすすめします。はい、ということで、はい、海外サッカーのリアルを話させていただきました。